シャコンヌは三拍子の部曲の一種。バロック時代にはオスティナートバスによる変奏曲の形式として盛んに用いられた。オスティナートバスによる類似の音楽としてパッサカリアがあるが、17世紀後半以降、シャコンヌとパッサカリアの故障はしばしば混同して用いられている。チャコーナチャコナに関する最古の記録は新大陸のものであり。 1598年のマテオロサスでオークエンドのペリューの出来事を記述した詩で、舞曲の一つとしてその名を挙げられている。当時のチャコーナは歌を伴う快活な舞曲であり、ギターで伴奏された。多くの場合性的な願意を伴う踊り、風刺的な歌詞を持っていたようである。そのために、しばしば公の場で、チャコーナを演奏したり踊ったりすることが禁じられたが、 爆発的に人気を博して、イベリア半島とイタリア半島であっという間に広まった。この頃のチャコーナの完全な例は残されていないが、セルバンテスなど同時代の文学に記述が現れている。スペイン及びイタリア、特にナポリでは、コメディア・デラルテでチャコーナが用いられるようになり、特にアルルッキーノと強く関連づけて用いられたようだ。 最初期のチャコーナのフレーはアルファベットによる語源のギター用の簡易的な寄付法で残されている。これは各和音を奏するための指の押さえ方を定め、アルファベット1文字に対応させた寄付法である。それによってチャコーナは IV6V の火星進行を繰り返す音楽であったことがわかる。 スペインにおいては1600年頃からチャコーナの存在が確認されており、新大陸に由来するものと考えられている。チャコーナは歌を伴う快活な舞曲であり、リフレインでビーダ、ビーダ、ビーダボナ、ビーダ、バミノスチャコナなどと歌われた。スペインでは戦場的でエロティックな踊りであるとして教会に禁じられ、また国から1615年に舞台演技を禁止された。 17世紀イタリアでは、着工ナは、声楽や気楽など様々な形式の音楽で幅広く流行した。この頃、着工ナといえば、次のような定型のオスティナートバスを持っていた。17世紀イタリアの着工な火星信仰のみならずのリズムのパターンが、この時期の着工ナの重要な特徴の一つであり、このリズムは、元来の民衆音楽から受け継がれたものであると考えられている。 この時期のイタリアの着ーナーに基づく声楽作品として、例えば、クラウディオ・モンテベルディの音楽の開虐の西風が戻り、ゼフィーロトーナがある。この曲では前半は上記の定型オスティナートバスを用いており、後半はより自由なレチタティーボ形式を用いている。また、同じ曲集のあの高慢な眼差ざしけるザグアルドスタグのセットも着ーナーに基づくアリアである。この曲では、 通奏低音は単純な定型バスの繰り返しではなく、より自由に音景を変化させているが、リズムは一貫して、定型のパターンを用いている。他にも、タルクイニオメールらの、曲集マドリガーレイアルトレイムージケコンチュールターテの、愛の翼に乗せて、スラチェトラーモロサなどが、今日よく知られているが、17世紀後半になって、劇場オペラが作られるようになると、 オペラのアリア一曲の全部、または一部分に着ーナーを用いることが流行した。いずれにしても、17世紀イタリアの着ーナーはほとんど、常に、頂上で書かれ、快活で時に踊けたような表情を持っており、元来の踊りの要素を強く残していた。また、器楽の分野でも着ーナーに基づいた曲は多数、作曲された。例えば、ジローラモフレスコバルディは、トッカータ第2集の、 チャッコーナに基づくパルティータパティーテソプラチャッコーナー、トッカータ第一集改訂版のバレットとチャッコーナバレート、イーチャッコーナ、コレンテとチャッコーナコレンテ、イーチャッコーナでチャッコーナの名前が付いた鍵盤用作品を作曲した。また、彼のパッサカリアによる1のパルティータチェンとパティーテソプラ、 パシュカギリでは、パッサカリアとチャッコーナーが交互に現れる。他に、ベルナルド・ストラーチェが、セルバ・ディバリエコンポジショナイで発表したものが、鍵盤楽器用のチャッコーナーとして有名であるほか、アレッサンドロ・ピッチニーに、ジョバン・ニ・ジローラもカプスペルガーなどがリュート・テオルボ用の、タルクイニオ・メルラやアンドレア・ファルコニエリなどが、器楽合奏用のチャッコーナーを出版している。アルカンジェロ・コレッリの、 室内ソナタ集、作品2のソナタ12番も着ーナに基づく作品であるが、この作品では次に述べるフランス風のシャコンヌとの類似点も多い。フランスへは17世紀前半にスペインから、また17世紀中頃にはイタリアから着ーナが入ってきたが、1650年頃には独自のフランス風のシャコンヌの形式が成立した。17世紀中頃までには、 エヌモン、ゴーティエ、ジャック・ガロー・シャルル・ムートンといったリュート奏者や、ジャック・シャンピオン・ド・シャンボニエール、ルイク・プランダ・クラブ3奏者が、器楽独奏用のシャコンヌを多く作曲したが、これらの一連の作品にはその後の、フランス風シャコンヌの典型的な性質の多くがすでに見られる。フランスのシャコンヌも踊りの要素を強く残していたが、17世紀、イタリアのチャッコーナとは異なり、 開発であるというよりは安定し抑制された印象のものが多い。シャコンヌのオスティナートバスはこの時期から様々な種類のものが見られる。特にイタリアの着工なの定型バスの和音進行やリズムパターンと関連を持たないものも多い。シャコンヌの多くは長長であったがこの時期からすでに単調のシャコンヌも少なからず見られる。ロンド形式になっている曲がしばしば見られるのも 特徴である。器楽独創ばかりではなく、バレのための音楽としてもシャコンヌは用いられた。劇場音楽の分野における、シャコンヌの典型は、ジャンバティスト・リュリによって作られた。リュリははじめ宮廷バレ、それからコメディバレ、トラジェディ・リリックと、様々な舞台音楽を作曲したが、それらの多くがシャコンヌを含んでいる。これらのシャコンヌは、しばしば合唱や独唱を伴う壮大なものであり。 舞台上で多くの踊り手によって踊られ、全劇中で最も華やかな場面を形作った。ルリ,リが書いたこれらの舞台音楽は、ジャン・フィリップ・ラモーに至るまでのその後のフランスの劇場音楽の標準となり、それらの中で書かれたシャコンヌは、ルリ,リのスタイルを踏襲している。ルリ,リのシャコンヌのスタイルの影響は、室内楽や鍵盤音楽の分野にも及んだ。マラン・マレーなどの書いたビオール組曲や、 ジャン・アンリ・ダングル・ベールのクラブさん作品、そしてフランソワ・クープランの室内楽作品などに含まれるシャコンヌはいずれも少なからず、ルリのシャコンヌの影響下にあると言える。1740年以降のフランスでは、室内楽や鍵盤音楽の分野では、シャコンヌはほとんど捨てれてしまったようであるが、オペラの分野では18世紀末までしばしばシャコンヌが作られた。 18世紀後半のオペラにおけるシャコンヌは、しばしばもはや、オスティナートバス様式ではなかった。ドイツにおける初期のチャコーナは、イタリアのチャコーナを少なからず模倣するような、ものであった。例えば、ハインリヒシュッツの、新生シンフォニア州の、神は立ち上がり S 指定ゴットアウフの集結部は、典型的なイタリア風のチャコーナで書かれている。実際、この部分に関しては、シュッツ自身が、 モンテベルディの西風が戻り、ゼフィーロ・トーナをモデルにしたと証言している。ドイツにおけるチャコーナの独自の発展は、主にオルガン音楽の分野でなされた。ヨハン・カスパール・ケルルの書いたチャコーナはまだ17世紀、イタリアのチャコーナの面影を残した作品である。チャコーナとパッサカリアに基づく変装曲は、 主に南ドイツのオルガン学派によって発展させられて、いったが、ヨハン・パヘルベルやディートリヒ・ブクステフでは、伝統的なバス主題から離れ、独自のバス主題を用いるようになった。これは、ドイツにおけるコラールに基づく即興やパルティータという、独自のジャンルの中で発展した多様な主題に基づく、パッセージワークのテクニックを発揮するために、変化に富んだバス主題を用いる必要があったからだと。 されるドイツの気楽アンサンブルのためのシャコンヌは、フランス風のシャコンヌの形式にのっとったものも多く書かれているが、オルガン作品に見られる、ドイツ風のチャコーナとの様式の融合も見られる。有名なヨハンゼ・バスティアン・バッハの無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番の終局のシャコンヌは、このフランス風のシャコンヌとドイツ風のチャコーナの融合の延長上の終局点にある作品である。 17世紀後半からイギリスでもシャコンヌが人気を得たがイタリアやフランスの例を踏襲するのみでイギリス固有の様式というものは生まれなかった。イギリスではグラウンドバスによる変装曲の伝統があり大陸でシャコンヌやパッサカリアとされる曲もグラウンドと題されることがあった。18世紀後半に入るとフランスのオペラの流れを組む劇場作品に シャコンヌと名の付く作品が書かれはしたものの、シャコンヌの流行は急速に衰えていった。19世紀になるとバロック音楽の再発見が起こり、多くの作曲家がバロック時代、特にヨハンゼバスティアンバッハの作品をモデルにしたり、模倣したりして作曲するようになった。ベートーベンの破綻長の創作主題による32の変奏曲、また、 ブラームスの公共曲第4番の修学賞は、後期バロック時代のシャコンヌを下敷きに書かれている。20世紀になると、パッサカリア、あるいは、シャコンヌと明示的に名前の付けられた作品が多く、書かれるようになる。シャコンヌと名の付く作品はパッサカリアほど多くはないが、ジェルジリゲティのハープシコードのための、ハンガリアンロック、シャコンヌハンガリアンロック、シャコンヌや、 ブライアン・ファーニー法の無伴奏バイオリンのための着工な風間奏曲インテルメディオアラ着工ななどが挙げられる。17世紀後半以降両者は混同されていき、際は曖昧になる。シルビガーはフレスコバルディの100のパルティータがその後のパッサカリアとシャコンヌの融合の先駆であると評価している。しかし、フレスコバルディの作品では着工なからパッサカリアへの 曲層の連続的な変化などが見受けられるものの、着ーなとパッサカリアの違いは、調整やバス主題の観点から歴然とした区別があった。コメディーバレ、超人貴族で書かれた有名なシャコンヌ、スカラムーシュトラベラントアルルカンのシャコンヌシャコンヌで、スカラムシュズ、トリベリニア・アレキンズは、劇中劇で登場するコメディア・デラルテの登場人物によって踊られるが、 これは常日のイタリアにおけるシャコンヌとコメディアデラルテの相関の影響であるといえる。A. ハインディッシュツリーダー、Letters and Documents in Translation by Gregory, S. Johnston, P148,2013,ISBN 9780199812202。ありがとうございます。